はい、こんにちは。結構ね、こんなん買うてますね。もうだいぶ前に買うてますねんけど、これ、行数ですね。業務用スーパーの肉団子。これね、冷凍庫に入っとったんですけど、まあ、いよいよ食べようかな思って、どうして食べるのかな思ったら、これ、これ越しも解凍性って書いてますね。封を切らずに、 で、凍結のまま沸騰したお湯で20分程度湯煎しておりましなやんこれとかしてもうたら1キロもどない食うねんい話ですやん。しばらく肉団子生活ですわ。はい。っていうかこんなでかいのなんで湯煎すんねんちゅう話ですやん。けど、おますね。これおますね。これ、え、これでも入らんし、ほれ。これでも入らんし。こわ。 こんなでかいのどうやって言うてんすんねんはい <laughs> ええ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 え はい。多分できてると思います。では、肉団子生活始めます。ふぅい。肉団子生活のスタート。わかりますどないすんねんこ、これ。うまかったらね、美味しかったらね、 うわ、開けたらこんなん、開けたらザバッと傘減りました、これ。すげえ。熱これがね、あ、なんか匂いは熱、熱匂いは美味しそう。熱っ。ちと熱熱あなんかうまそう。いい、なんかうまそう。えー これどうしよう入れといた方がいいんかななんか美味しそう。こんなん出ました。うっす。これちょっとすぐ消えるかもわからんのでね。えー、これ、まあ、さっきよりもちょっと食べますわ。もうね、ストレージがいっぱいとか、もう消えるかもわからん。消える、はい。いただきます。なんかめっちゃ美味そうなんですけど。きれはい、来たー いいうことでまままたたた切れちゃいましたねストレージがいっぱいっていうやつですわほんまオーマイガーですわんでねあのー、まあ結果的にねこれ後からこれ声入れさせて,てもろうとんですけどあのー、後々わかったわねなんとなくわかりましたこのストレージがいっぱいのなんぼストレージをへしても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 ,してもいっぱいやいっぱいや言われて。 いやこのヘシタンどこ行ったんいう話がねもう謎すぎたんですけどようようねちょっと分かりましたはいだからそのねあのー、この理屈をねまた、あのー、違う動画でね同じようにまあ私ぐらいかもしれませんけどねこのこれで悩んでるのはねけどもしかして悩んでる方おられたらねあのー、その アイクラウドに課金するうんぬんかんぬんじゃなくてね、アイクラウドに、アイクラウドでそのなんか宇宙にあるなんかその保存するどうのこうのみたいなんですけど、そこに課金して容量を増やすんじゃなくて、ストレージを開く方法がね、えわ、ー、かりましたんで、はい。またこれ他の動画でね、あのー、やらせてもらいますんで、交互期待いうことで、はい。いつもおきに。 でこれね、あの、話戻ってこう、こ肉団子なんですけど、その、これね、視聴者のメグさんにね、ちらっと教えてもうてね、あの、行数の肉団子おいしいで、言うて、で、ずっと頭にあったんですよ、肉団子、肉団子。で、ある日、その行数行ったらね、こう肉団子を目についてね、この、 ちんだな、ちんだな <laughs>、ちんだなゆえ、なに、棚ちんちゃうわ、なに、陳列や、陳列にあるのを見っけて、あ、これや、これ冷凍なんですね。あ、これやは言うてはんのも、で、一ビてトコートはいいんですけど、いやどうもこれじゃなかったんですよ。もっと、もっと少ない量の、なんか、これも味ついてますやん。これ味ついてない多分肉団子のこの言うてくれてはったみたいでね。でもこれしゃあないですよん。後から分かった話でもこれ、 食べなしゃーないですよこれ結局ねあの二、ー、日で食べても二日もかかってますよ、ね、一日半で食べて持ってますねまあまあうまかったですよ、はい、だから肉団子ファンの方はぜひどうぞお勧すすめしましょうということではいまたこれ肉団子関連今日続いて動画上がると思うんですけどまたあのー よろしければ見てやってくださいはい、そんな感じでいつもすんません大きにはばかりさん失礼しますチャンネル登録お願いします